終わりだぜ魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が、いるな。あれが本体なのみたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が。まだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は、俺、クソが、俺だって頑張ったんだ。読んで、寝る間も惜しんで読んで、書いて、死ぬ気で書き続けた。なのに、俺が、そうやって必死に書き上げた小説は、夏目漱溟の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を。認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。真っさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソガキが言いたい放題言いやがって。けど、嘘まみれの姿なんて いらねえ。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほんとバカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは。鳥かごが崩れる。さあ、脱出するぞ。
とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体なんだ。私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。もう一度這い上がるって言ってたな。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚はなんだ。ユウスケと？そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから。なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。任せろ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。俺もユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。勇者お稲荷がこの地に平和をもたらしたのだ。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。ってことでソフィア先生お願いします。オーケー、一番いい風呂屋を探す。